僕とミライアの夏は、講段社ミステリーランドより観光されているワやみね、カオルの小説作品、及びそれを原作とした竹本糸会による漫画作品。続編の予定はなかったが、著者が竹本糸会の漫画版を気に入ってその後もスピンアウト作品が書かれた。典型的な一夏の冒険物語を題材にしているが、著者特有の優れた文章力によって、 感性豊かな少年の心が捉える情景描写が特徴である。作中を通してある一つの節目を迎えた主人公風太が今まで何の疑問も抱かなかった生まれた街を俯瞰することによりリアルに世界を認識しそれを豊かな感性で表現することで大人への目覚めを描写する。また、猫柳という親密な大人を通して大人の身勝手さや理不尽さを知り、 大人というものが、どういうものかを認識することにより、自身も大人びていく様も描写される。上串町という田舎に住んでいる小学6年生の山村風太は、一学期の終了式を終え重たい荷物にうずもれながら、下校していた。風太はそこで、未来屋を名乗る猫柳健之助という奇妙な男に、声をかけられる。未来を知りたくないかい その一言から二人の奇妙な夏休みの冒険が始まる。月刊少年シリウスにおいて、竹本糸会の作画により2005年7月号より2006年9月号まで連載された。単行本は全2巻。ラストには原作でも描かれていない謎めいたエピローグが描かれている。ありがとうございます。